どうもこんばんは、しおんです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。でですね、去年からずっと質問の多かったソウルアットステーク、ね、ゲームプレイ不可能状態というのはどういう感じなのかっていうのをね聞かれていたんで、まあ、実際にね画面をお見せした方が早いと思うんで、それをやってからデッドバイデイライトに移りたいと思います。では行きましょう。でとりあえずやるのはですね、チュートリアルモードで一人でマップを歩くだけなんですけど、まあ、その時点でかなり重いんですよね。ではやってみましょう。で、まあ、どれぐらいダメかっていうのをね実際見ていただいた方が早いと思うんで、でまあ、これが23日が軽かったんで、その次の日から24日のアップデートが来た日から、まあ、ずっとこの状況なんですよね。この状況というか、まあ、これより重いか軽いかのちょっとの違いはあるんですけど、ほぼ変わらず、どっちにしろゲームプレイにはかなり無理な感じですね。普通に遊ぶにはほど遠いです。でまあ、軽めのマップ、このペストの駅なんですけど、まあ、実際走ってみましょう。はい、デフォルトが324からスタートですね。これはまだマシな方なんじゃないですかね。まあ、大体いつもの感じだと2、3歩歩いて止まり、2、3歩歩いて止まりを繰り返す感じですね。でこれ1人しかいない状況でこれなんですよ。じゃあまあカードでも入れてみましょうか。そう、このスキルチェックがね一瞬止まって加速して、一瞬止まって加速してを繰り返しますね。失敗しましたね。もう完全に読みで押すしかありません。いやいや無理でしょこれ。まあ、扉を連打で閉めてみましょう。なんか見えないところを開けたり閉めたりしてますよね。でまあ平均が300以上というね、今383ですかね。非常に重い状況です。でこれまだ1人だからまだこれマシなんですよ。で4人でやるともっとひどいですよ。もうまともに走れないですからね。で一番分かりやすいのが屈伸ですかね。屈伸やってみましょう。ちょっとねキーを強めに叩くんで音がでかくなるかもしれません。ご注意ください。では行きます。これだけ連打してるにもかかわらず全然反応しないですよね。まあ、これぐらいラグいという感じですね。まあ、実際のゲームはもうほぼ不可能な状態です。で回避も押してからかなりずれますよね。700いきましたね。まあこんな感じですね。まあこういう感じで、4人でやると、まあ、これ以上重くなってですね400、500が当たり前の状況になりますね。なのでまあアップデート後からですね、まあ、一度もまともにゲームがプレイできる状態ではございません。でも、まあ、これは改善されるまで待つしかないので、
まあ、本当にどうしようもないんですよね。まあ、やりようもないですしね。でこれ人数が少なかった時はどうなのかっていう話なんですけど、あのサーバー全体で5人の時にやったんですよ、このゲームをね、アップデート後に。5人の時に300オーバーだったんで、もうよ無理でしたね。なんで結局、まあ、サーバーの人数がいようがいまいが、まあ、重いものは重いと、まあ、そんな感じになっておりますね。まあこればっかりはね、まあ私の方ではどうしようもないんで、まあ待つしかないでしょう。ということで、ソウル・アット・ステークのね、現状報告でした。